先日バルセロナのクーマン監督が解任されるのではと報道されましたね。厳しいサッカー界では結果が出なければクビになるのは当たり前。今回もそんなクビになった監督たちの解任前、解任後のクラブの成績を比べてみました。松本山雅 SC の柴田圭監督は6月21日に解任という形でチームを去りました。柴田監督は2020年9月からチームの監督に就任、低迷したチームの立て直しを任されました。今季は昇格を目標に挑んだシーズンでしたが、開幕から5試合で3分け2敗と低迷。この時点で解任との声も多かったものの、第6節で秋田に 3-1 と快勝。この後3試合勝ちなしとなるも、第10節から群馬、北九州、相模原と3連勝に成功。次の新潟、金沢にも引き分け、5試合負けなしと、チームは持ち直したと思われました。しかし、第15節の栃木戦に0対3と敗れ、16節の岡山戦でも1対3、17節の町田戦にも1対5と、3試合で11失点と守備が崩壊。さらに18節、長崎に敗れ、今季初の4連敗と低迷。同じく下位に沈んでいた大宮との直接対決に引き分けとなり、解任が決まりました。今季は4勝7分け8敗の17位と低迷したことで、降格圏が見えてきたことで解任が決まりました。そんな松本山雅は新監督に元ジュビロ磐田の監督を務め、 J1 昇格の実績を持つ名波浩監督が就任しました。チームの立て直しに大きな期待がかかりましたが、就任初戦は琉球の敵地で4失点の大敗とスタートからつまずくと、就任5試合で2勝3敗と厳しい状況が続き、第26節に降格圏の愛媛 SC に敗戦すると、同じ降格圏の大宮アルディージャにも敗れ2連敗、さらにジュビロ磐田に0対4と敗れ3連敗となりました。京都戦で連敗を止めるも、その後も勝つことができず、現在就任11試合で2勝2分け7敗6試合勝ちなしと降格圏の21位と低迷。最下位も見えている厳しい状況となっています。 J2 も残り12試合と、このままの調子だと J3 も見えてくる厳しい戦いとなっています。次は9月26日日曜日に17位北九州と対戦予定。勝てば降格圏からの脱出の可能性もあり、ホームで絶対に負けられない試合に注目が集まっています。2019シーズンまで J1 でプレーしていただけに、ここで J3 降格だけは絶対に避けたい松本。今後チームは立て直すことができるのか、そして J2 残留は達成できるのか、非常に気になりますね。それでは今回の動画はここでおしまいです。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローなど合わせてよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。